はい、皆さんこんにちは。レクセニー講師荻原です。本試験いよいよ迫ってまいりました。皆さん心理状態どうでしょうか。前日までにですね、寝れないっていうことがあると思うんですね。でもね、前日だけ寝れればそれまでの睡眠不足っていうのはこれは解消できます。だから大丈夫。反対によくあるんだけれどもですね、前日になるまでは寝れたんだけど本試験の直前の睡眠だけ取れなかったっていうことがよくあります。大丈夫、私もそうでした。合格できるんです。なんでです、試験って1日で終わるんですね。で、1日で終わる試験ですから体力1日くらい持ちます。寝れなくても大丈夫で、やっちゃいけないのは夜中にね、寝れないからって言って起き出して択一問題解いてみようとか技術の問題解いてみようってことです。経験則上前日に解いた論点なんてまず出ません。でそれをやるよりは寝れなくてもですね、目つぶって横になってる方がどれだけマシかっていうことです。ですから前日にやんなきゃいけないのはですね、普通の勉強したら夜はもう普通に寝てしまう。で寝れなくても気にしないっていうことです。もう一つ、本試験の会場において、特に記述ですけれどもですね、合格レベルに択一が達している実力のある皆さんであれば、記述の論点ですね、合格できるだけの力はちゃんとあるんです。記述の問題のね、形式がもし今まで見たことがないものが出てきた場合であっても焦る必要ないです。あなただけじゃなくてみんなが同じところで迷ってるんですね。ですから落ち着いて深呼吸してですね、でそれからその問題絶対解けるんだと思って普通に解いてみてください。これできっと合格ができるはずです。本試験頑張ってください。